前回に引き続き、開演の夢の中です。今回は、夢のダンジョンのボス、アレクソールに挑みます。72戦目、アレクソールとソウルセイバー2体。アレクソールは、キューリーでこちらの誰かに乗り移る。乗り移られたキャラが戦闘不能になると、再び姿を現す。アレクソールは、開幕にヒューリーでこちらの誰かに乗り移ってきます。あらかじめ全員を透明にしておけば、誰に乗り移ったかは一目瞭然になります。アレクソールが乗り移ったら、残ったソウルセイバーをデジョンで始末します。敵がいなくなったので、これにて勝利です。アレクソールが乗り移ったままですが、特に問題はありません。アレクソールに勝利すると、開演が全ての必殺剣を使えるようになります。また、王の前へ行くと、魔石アレクサンダーが手に入ります。